すごいね。さっきの数学の問題よく解けたね。あれは愛ちゃん、やっぱあそこで微分できるって気づくかどうかだよね。あとは計算していくだけだし。そうなんだよね。そう言われるとさ、あーそっかーと思うんだけどね。え、そんなことよりさ、お腹空かない？そういえばちょっと行く？行く？すいません、すいません。あれ、おばあちゃんいないの？おばあちゃん、マリおばあちゃん。ちょっと誰がおばちゃんですって？誰に向かって言ってんの？あのね、ほんといつもいつも一体何なのあんたたちは。はい、成績トップで学級委員、クラスをまとめる高橋愛。そんな私の幼馴染、キュートでプリティかご愛。はい、二人揃って愛ちゃんズ、イエーイ。なんでもいいけどさ、ほんとあんたたちいつも元気だよね。そう、いつも元気にフレッシュフレッシュ。いつもお疲れおばおばおばちゃん、お肌すべすべフレッシュフレッシュフレッシュ。角質気になるおばおばおばちゃん、フレッシュフレッシュフレッシュ。はい、おばおばおばちゃん。なんでよ、まだ十分若いっつの。私まだ21。もうどうでもいいからアンパイさせちょうだい、おばちゃん。あ、あたし焼きそばパン。あ、やっぱコロネも一つ追加ね。おばちゃん、だからおばちゃんって言うな。ほら、おばちゃん、おばちゃん、おばちゃんだけど、いて、うわ、いてぇの、何すんだよ。ごめんなさい。ほら見なさい、廊下を走り回ってるからよ。あー、いってぇ、ちょいって骨とか折れてたらどうすんだよ、長木さん。そうですよね、もし折れてたとしたらすぐ病院に行った方がいいですね。本当にごめんなさい。あー、いってぇ、ちょいって言ってよ、長木さん。おお、そいつは底辺だ。大丈夫ですか？だからさ、わざとじゃないんだから。まあ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 、よしちゃん、走り回ってた2人も悪いけどさ、こうやって謝ってんだし。謝って済むなら警察いらんねっつーの。この痛みをどうしてくれんのかって聞いてるわけ。勉強はできてもそんなこともわかんないのかな、優等生さんよ。さんよ、ほらほらほら、何だよ、何だよ、ほら静かに。ちょっと静かにしなさい、4人とも何やってんの。もうすぐ授業始まるわよ。はい。まったく、なんで仲良くできないのかしら、困ったもんです。まあ、もともと4人は幼馴染で仲良かったみたいだし、大丈夫ですよ。ほっときゃそのうち仲直りしますって。あ、それよりも今野先生、今日駅前のスーパー卵の大売り出しですって。なんとこれが10個入り1パック98円、安くない？帰り寄って帰りましょう。あ、そうなんですか。卵は栄養にもいいらしいですしね。そうですね、卵は栄養価も高いですし、何でも学力向上にも効果があるなんて説もあるみたいですよ。何するんですか。6兵でしたね。あ、そう、卵といえば矢口さん。はい、矢口さんは目玉焼きに醤油とソースどっちかけます？だし、だしはソース。ソースか、ソースね。へー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 、痛い痛い、こんな先生痛いですって。それダジャレじゃないですか。私何にも答えてませんよ。そうなんだ、牛丼はつゆだく、紅生姜抜きで、はい、それはしょうがない。へーへー、まだダジャレじゃないですか。私まだ何も答えてないし、それにその質問については何にも聞かれてませんから。そいつはどうも早とちり。え、何ですかそれ。今年流行りますからね。流行語大賞はもらった。無理だと思いますよ。あ、私授業があるんでお先に失礼します。はい。したのかな、3歩進んで2歩下がるみたいになって全然前に進んでないけど。転校生の亀井ちゃんだけどうしたの。どうしたの、元気ないよ、大丈夫？いえ、大丈夫です。あ、授業始まっちゃう。あの子大丈夫かな。もしかして
クラスに馴染めてなくて悩んでるとか。まさかいじめ。それなんか、あ、そいつはどうも、はやとちり。かわいい？あやた。あ、それよりも転勤になって3週間が経つけど、あの保健の先生、あとかべとかなとか言う人、あの人今頃何してんのかな、元気にやってんのかな。あ、そういえば私ミュージカルに出るんだ、おかえりみたいな。そんなやつ。あと何、一人ぼっちっていうアルバムが出たとか。おー、保健の先生なのにいろいろやってんだな。あ、それよりも店の準備しなきゃ。見てきれいになるまで授業を始めます。全員いますか？はい。あれ、亀井さんは？あれ？あれ？遅れてすみません。亀井さん、遅刻はいけませんよ。はい、席について。おはようございます。おはようございます。じゃあ授業を始めます。はい、みんなで。キンコンカンコン。キンコンカンコン。授業を始めます。Repeat after me. Beautiful. Beautiful. No, no, no. Beautiful. Beautiful. OK. Miss Kono is beautiful. Miss Kono is beautiful. Miss Kono is very beautiful. Miss Kono is very beautiful. なんだかんだ言って Miss Kono is very beautiful.なんだかんだ言ってミスコンの is very beautiful。 言うまでもないことだけどミスコンの is very beautiful。 言うまでもないことだけどミスコンの is very beautiful。 正直ぶっちゃけコンの先生って very beautiful だよね。正直ぶっちゃけコンの先生って beautiful っていうか完璧だよね。はい、コンの先生はいつも完璧です。ブラボー、よくできました。では、時間が来ましたので、授業を終わります。はい。キンコンカンコン。キンコンコンの、イエーイ。イエイイエイ。それではまた、See you tomorrow。 おかしいですよね。多分ちょっと、これなんか、あ、これ多分これこれこれ。あ、これ。うん、そう、人目的な感じだね。ねえねえ、あのさ、カメちゃんさ、カメちゃんだって、何それ。ねえ、ね、カメちゃんってさ、どこ住んでんだっけ。三丁目の方で。え、三丁目に住んでるの。私、二丁目。関係ないじゃん、全然方向逆じゃん。あ、逆か。まあいいや。でさ、カメちゃんさ、カメイエリだからエリッペだよね。カメちゃんって三丁目のどの辺に住んでんの。公民館の近くです。うちの近くだ。本当だね。うん、へえ、公民館の近くなんだ。うん、なんていうかさ、カメちゃんっておとなしいよね、結構人見知りだったりして。いやー、でもな、慣れてくるとベラ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 喋る方だったりして。なんだカメちゃん、いけんじゃんみたいなさ。ちょっとやめなさいよ。そうだよ、エリッペが嫌がってるじゃない。なんだよ、こっちはこっちで盛り上がってんだからさ、邪魔すんなよ。盛り上がってないから困ってるから言ってるんでしょ。そんなことよりさ、ね、うちらと一緒に遊ばない、エリッペ。うわ、そのさっきからエリッペエリッペってさ、ショッペー呼び方は何なんだよ。なんでさ、ショッペーっていうか塩辛いっすよね。エリッペよりはまだエリリンとかの方が可愛いですよね。とにかくこっちが先に喋ってんだから邪魔しないでくれますか。こんなところで無駄な時間過ごしてないで、お勉強スタディーなさらないとお母様に怒られちゃうんじゃないんざますか。行こう。そうね、図書館でスタディーしようと。将来後悔したくないし、あんな風にはなりたくないから。ブー、ほんとムカつくやつらだな。なあガキさん。エリッペエリリン、エリッペエリリン、カメちゃん、どれがいいかな。やっぱりエリザベスがいいかな。エリザベスでどうでしょう。うん、そんなことよりもよガキさん、
今から2人で悪いことしに行かね、うん、繁華街とか行きの超ヤバいとことか入っちゃうよ。悪ですね、いっかちーでしょ。カメちゃんも一緒に行く？ごめんなさい、私この後用事が。あ、そっか、じゃあまた今度ね。そうだね、じゃあね。行く手が臭い。どこ行きます？どこ行っちゃう？どこ行く？あのとこ横のとこ行っちゃう？どうしたの、ため息なんかついて。なんでもないです。なんでもないことはないでしょう。今朝も元気なかったみたいだし。どうしたの、私に話してみな。ほら、私購買で働いてるじゃない。そしたら毎日毎日いろんな子が買いに来るのよ。こうパッとその子の顔見た時に、あー今日この子元気だな、なんかいいことあったのかなとか、あー元気ないな、どうしたのかなとか、結構分かったりすんのよね。亀井ちゃんもし悩んでるんだったらさ、私に話してごらんよね。私、両親の仕事の都合で小さい頃から何度も何度も引っ越しをしてて、友達ができないまま次の学校に引っ越しちゃうんです。で、なんかそのうちどうせまた引っ越すんだから友達作らなくてもいいやって。でもやっぱ寂しいんです、みんなと一緒に遊びたいんです。けど自分から話しかける勇気がなくて。そっか、なるほどね。今のクラスは楽しいし、みんなと友達になりたいなって思うんですけど、なんであの4人は喧嘩してるんですか？実はね、説明しよう、お本。それはカゴちゃんの誕生日、バースデーパーティーで起こったある出来事が原因なのである。そこには幼なじみの高橋ちゃん、新垣ちゃん、そしてヨッシーちゃんも招待されていたわけ。事件は何気ない些細な一言がきっかけで起きた。リビングに飾ってあるぬいぐるみに気づいたよ、スイちゃん。あれ？これまだ持ってたんだ。そのぬいぐるみは小さい頃によ、スイちゃんとカゴちゃんがお揃いで持っていたもので、なんでもこうやって神様、お願いがあるのだ、ぴょーんってやると願いが一つだけ叶うっていう伝説があったの。そしたらよ、スイちゃん、余計なこと言っちゃったんだな、これ。え、もしかしてまだ信じてんの？まさかね。するってとカゴちゃんも、そんなわけないでしょ、捨てるのも面倒だから置いてるだけだもん。うっすね、まだ信じてんでしょ。うー、かわいいね。冷やかされたカゴちゃん、意地になって、こんなの別にいらない、ぬいぐるみをゴミ箱に捨てちゃったわけだ。何ムキになってんの？ムキになんかなってないもん。塗ってんじゃん。ほら、大事なもん捨てたらダメでしょ。いらないっつってるでしょ。何怒ってんの？ううういいね、可愛らしくってせ。帰ってよ。は？帰れってなんだよ。いいから帰ってよ。こんな些細な出来事がきっかけで喧嘩は始まったのである。そう、友情ってある面では壊れやすくって脆いものなのよね。そんなこんなで固い絆で結ばれていると思われた4人がバラバラに。大丈夫ですか？お店決まった。私この道も行けんじゃないかな。これこの前公民館のそばで拾ったんだけど、まさかね。おっと、ガキさん、誰もいないぜ。そうですね。いただいちゃいやすか？お主もなかなか悪いよの。おお、じゃあちょいと失礼して、いただいちゃいやす。お、じゃあ足はこいつをいただこっかな。おー、なかなかそれは捨てがたいでござるな。どれがいい？ちょっと、何してんの？何してんのって？
別に、なんか来そう。まあ、そうですね、パンの品定めってとこですか ね、 嘘だ。取ろうとしたでしょ、私たち見たんだから。ここのパンをお金を払わないで取ろうとしたでしょ。は、何言ってるの、何言ってんの、意味わからない、意味わからない、こっちの方が意味がわからない、ちょ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 、どうしたの一体。この二人が泥棒しようとしてました。してねっつ の、おばちゃんがいないからってね、ここのパンをお金を払わないで取ろうとしたの。そんなことしてねえよ、ガキさんと一緒にパンを選んでただけだよな、ガキさん。まあ、そうですね、今日も素敵なパンがスタンバイしてんなってね。嘘だ、だってさっきいただいちゃいやーすとか言ったの聞いた、聞いたもんね。ありえねえ、ありえねえの、ありえにゃの、にゃにゃにゃですわ。ヤグちゃんが来るまで二人でパンを選んで遊んでたんだよね。本当に困るな、優等生さんは。冗談が聞かない。まあ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 、私は見てたわけじゃないから何とも言えないけど、二人ともそんな泥棒みたいなことはしないと思うよ。するわけねえよ。するわけにゃよ。でもおばちゃん見たんです。おめえは黙ってろよ。きったねえぬいぐるみでも抱えてママのベッドで寝てろ。はあ、ほらもうやめなさいって。まあ許さない。許してくれなんか別に頼んでないし。あ、なんならここで決着つけますか。やりますか。ダメでしょ。やりましょうよ、ほら、カモン。なになになに、ほら、それダメ、学校でそれダメ、学校だから、そこ、ここちょ、神様、お願いがあるのだぴょーん。私に勇気をください。みんなやめて。はいはい、亀ちゃん、これはね、しょうがないの。みんないろいろ複雑な事情があってこうなっちゃってんだな。うん、しょうがなくなんかない、意地張ってないで仲直りしよう。でもね、リッペ、あたしたちは何もしてないのに向こうが、ね、どっちがいいとか悪いとかじゃないと思う。いろいろあったのかもしれないけど、でもみんな仲間じゃん。なんかね、もったいないなって思う。私、小さい頃から引っ越してばかりで、仲間とか地元とかっていう感覚があんまりないの。だから、みんな見ててすごい羨ましい。同じ場所で、同じ景色見て育って、同じ体験して。私にはそんな経験、ほとんどないから。そうよ。もし、大人になってみんなバラバラになった時に帰ってくるふるさとがあって、昔こんなことあったよねって一緒に語れる仲間がいるのってとっても大事なことだよ。それってあなたたちにとって大切な財産だと思う。大事にしなさい。大事なもの、大切な人を亡くしてから後で気づいても遅いの。今ならまだやり直せるじゃない。もう一度お願い、みんな仲直りしよう。ほらみんな、亀ちゃんに言われっぱなしだよ。早く。いろいろごめん、悪かった。私こそごめんなさい。また仲良くしよう。また昔みたいにパーッと騒ぎましょうよ。で、早速なんだけど、今度の休みの予定はみんなどうなってるの？ちょっとガキさん、早すぎねえか？早いですかね。でも善は急げって言いますからね。じゃあ4人仲直り記念ってことで、うちで鍋パーティーでもやっちゃいますか？いいですね。いいね。よし決まり。レッツラパーティー。ポーズ。ポーズ。あの、もしよかったら私も鍋パーティー行ってもいいですか？なに、水くせえこと言ってんだよ。亀ちゃんももう仲間入りなんだから。そうそうそう。あら、私とっくに参加予定のメンバーに入れてましたわ。おおおおみんな、ありがとう。で、これってもしかしてカゴさんのですか？なんで持ってんの？この前、公民館のそばの公園で拾ったんですけど、エリッペが拾ってくれたんだ。でも、これ、ごめんなさい。さっき私、願い事しちゃった。え？さっきこうやって、神様、
お願いがあるのだぴょん。私に勇気をくださいって。そしたらなんだか勝手に勇気が出てきて喧嘩止めなきゃって。ごめんなさい、もう願い事できないね。エリッペ、願い事の仕方間違ってるよ。どこで覚えてきたの？こうするんだよ、ね、神様お願い For you。 わあ、じゃあまだ願い事できるじゃない。なんだ、もうよかったな。じゃあさっき私、亀井ちゃんは自分の勇気でみんなを仲直りさせたってこと、すごいね。やるじゃん亀井ちゃん。ちょっとよし、神田先生、このままスーパー寄って帰りましょう。卵買わないとね。あ、そうですね。先生、一緒に行っていいかな。あのね、鍋パーティーの用意しなきゃいけないんだ。オッケー、じゃあ3人でレッツラースーパー。よし、それじゃあ私はパーティー用のジュースを買いに、レッツラードリンク。じゃあ私はレッツラーウェーブ。やっぱりこれエリッピもらってくんないかな。え、いいんですか。5人仲直り記念ってことでさ。はい、これからもよろしく。こちらこそ